つもありがとうございます。パーソナルブレイクでモアピーさんですね。はい、リーフのヒーローズオブレスリングですね。はい、二重ボックスのブラスターです。こちらをワンケースですね。でレギュラーカードなんですけど、ワンセットあればっていうことなんですけど、一応色違いがあるので各種ワンセットずつお送りするようにすればいいかなと思います。はい、じゃあちょっと置けきれないんで、ちょっとよいしょ、こちらに置いて、でワンセットずつ開けていきます。もうまあ、とりあえず5個ぐらい置く。うん、上段2列下段2列で5個5個なので5個5個で開けていこうかなと思います。先切っちゃいますね。5個ずつの1セット、それ4セットで、はい、まあ開けてパカですからね、早いっす。はい、じゃあ開けていきます。でボックスは開けてなるべくコンパクトにお送りします。はい、そっか。はい、じゃあ行きます。まあとりあえずこの白ベースのねワンセットを取っていきます。 A の、はい、マイケル・エルギンさんで、サインカードはローダーにねクリスタルパックをね入れてお送りします。ちょっともうどんどん置いてきますんで、2つ目ね。あ、サイン表向いてた。はい、ビリーさんですね。パープルの音かな。シリアルはないんですよね。うん、まあなるべくコストを削減したというねところかと思います。で、金パラですね。金パラ、黄色パラ、黄色パラなのかな。もう10枚セットのレギュラーなので。まあ、いいか。サインはいいか。よいしょ。はい、3つ目。早いでしょ。はい。レギュラーは、青パラ。で、サインは、アナウンサー、あ、エリックさんか。はい。うん、懐かしいですね。結構、だからサイン書いてないところが入ってるっていう、結構、ね、プロレスファンは持ってなかったところが入ってる、そんなイメージですね。なかなかこうねサイン会とかパブリックで参加されない方が多いような気がする製品ですね。まあ、結構まあこういうスポーツカード自体もまあちょっとニッチですけど、人選がニッチですねこれね。まあ、せーの。赤パラは初めてですね。せーの。おお、パガーナさん。はい。いや、結構これ絵もいいし、このお値段ですし、ね、20ボックス、ね、サイン20枚、マスターケースね、フルケース開けても、ですからね。いや、うちのお値段でも高いと思われる方もいらっしゃると思いますので、まあ、あまり言わないけど、店長は、まあ、すごい、コスパ、かなりいいんじゃないかと思ってます。はい。青パラ2個目ですね。サインは正の。あ、田尻さん。来た。はい。田尻さん来ました。田尻さんって前にサイン書いてた、英語でタジリって書いてあったんだかな。ね。ちょっとタジソンに見えますけど、はい、タジリさん。ね。いい選手ですね。W はこっち置いとくか。まあいいか。こっち置いとこう。ちょっと置けなくなっちゃう。はい。じゃあ、2列目ね。5個。1列目タジリさん。ね。来ましたね。
はい、じゃあ開けていきます。6箱目から10ですね。はい、黄色、はい、出ました。せーの、あ、Jホワイトだ。はい、黄色は出てるもんね。はい、うん、かっこいいですね。初めて見たかな、Jホワイト。はい、あ、表向いてた。はい、お、スコット・トゥ・ホル、ホッティさんね。はい、こちらも初めて見ましたね。で、パープルは弾いてあるね、確か。あ、弾いてないか、初めてだ、初めてだ。はい、 1,2,3,4、 これ5色目ですね、レギュラーセットの方は。うん、やっぱあんまりサインカード見ない人たちが入ってる。で、ちゃんとね、あんまりはみ出てる方いないので、いいですね。青は取ったね。せーの。お、お、はい。よしはしさん。はい。おー、赤パラできました。赤は少ないのかな？でもワンワンは、作りそうですけどね。まあまだちょっと途中ですけど、まあ白が多いな、やっぱりな。ああ、1枚ずつですね、色付きは、うん、やっぱ白の方が比率的にも、まあまだこれ9個目ですけど、あ、逆だ、あ、表向いてた、はい、見えちゃった。でもね、ジミーハーツさん、はい、以上ねえ。で、グリーンはないね。はい、グリーン初めてですね、セット。お、いいね、ジミーハートさん、いいね。はい、日本でちょっとあの太鼓の先生やってほしかったですはい、10個目です。これも表向いちゃってます、せーの。お、お、ボビーフルトン。おー、白は2つ目ですね、これね。パラレルがちょっと連チャンしてますけど。懐かしいメンツも多いですし、いいですね。よいしょ。かなりプロレス通の方が、これやったのかな、人選。はい、黄色が3、パープル1に赤1ですね。うん、いや、いいっすね、ジミーハートね。え、うん、タジリもね。はい、ここで10泊目終わりました。で、下段ですね、下段の5個。ついてきたこれね、シュリンクのね、連続でやってるから。こっちだ。あ、そこそこ切るわ。はい、じゃあ11から15ですね。あ、表向いちゃってます。はい、サブさん、サブさんも初めて見ましたね。で、白レギュラーですね。パープルの音、
まあ店長もまあ知ってる限りはそんなに幅広くじゃないですけど、なんか、あ、美味しいするね。5個買うと、なんか2つ3つはなんか、おうっていうね、メンバーが、まあ全員かなり3位的にもレアな選手が多いから、ね、全然プロレスファンは嬉しい方多いと思いますけどね。はい。アカパラスね、サイン制の。あ、ブライアン・ケイジ。かっこいいですね。うん。はい。で、赤。赤は取ってある。取ったよね。だいたいレギュラーはできたかな。1,2,3,4,5,6色レアな色があるのかな。はい、白ですね。せーの。あ、鈴木みのるさん来ました。うん、はいですね。初代タイガーね、リアルジャパンの高校には結構出てたので、見に行きましたね。はい。あ、表向いちゃってます。せーの。はい。アルスノーさん。ね。いいっすね。パワーっつってるでしょ。はい。黄色。いやーっつってますよね。あ、違うか。この時はまだあれか。サインを書くのか、書かないのかいっていうやつね。はい。どっちなんだいっていう。ほら。ね。よく、シュリンク運動言う方いるんですけど、リーフ全く関係ないですからね。連続でやってますからね。よいしょ。よいしょ。はい、16から20です。グリーンだ。サイン、せーの。あ、真田さん。はい。グリーンの真田さん来ました。ちょっとスイカっぽくていいですね。はい。ちょっと待って。やっぱ白が多いですよね。グリーン初めてだな。あ、グリーンと赤が1個しかない。まあ、たまたまなのかもしれないですけどね。まあ、ちょっとわかりませんけど。今、こんな感じですね。リュウさんは本当、はい。よいしょ。はい。黄色？せーの。おー、イブシコートさん。いいですね。はい。いいっすね、この絵もね。うん、よいしょ。スト2に出てきそう。はい。湯口さん来ました。うん。やっぱ5分けて2、3個、おおっていうのが来ますね。うん。面白い。はい、できます。せーの。また黄色。はい、トレントさんですね。うん。
ちょっと黄色が連チャンし始めてるな。黄色は出やすいのかな、少し。うん。はい。で、イラーエプ6色なのかな。まあでもレギュラーも白のが圧倒的に多いですね。あ、表向いてます。せーの。はい。トニーアトラス、黄色ですね。で、白、レギュラー。お、フルケースなんですけど、まだ15分ですね。はい。で、ラストです。はい、ラストいきます。せーの。ああ、サミさん。はい。初めて、初めてかな。はい。まだそんなに、PB ね、たくさん開封してるわけじゃないですけど。ケースでご注文いただいたのは、モアピーさんが初めてなので、PB、フルケースは初めてなんですけど。はい。まずは白の方ですね。1、2、3。鈴木さんいましたね。4、5、6、7、8、9、10。約2分の1が白で。で、黄色はちょっと多かったね。ほら。1、2。ああ、地味派というね。いやー、レアだよね。結構。6枚。いぶしさん来たもんね。6。で、真田さん。ね、赤。赤とグリーンが一個一個だ。まあ、まだワンケース目なんでね。なんとも言えないですけど。でも、真田さんね、出て。ね、吉さん来て。樋口さん来て。鈴木さんも来てる。ね。で、田尻さんも出てるわけです。いや、いいっすね。ジミハートはいいな。やゆもいいしね。これはかなりよろしいんじゃないかと思います。ワンボックス3,700円少々です。はい。ということでね、ケースの PB ご注文ありがとうございました。じゃあこちらでね、今日発送しますので、お受け取りよろしく。レギュラーカードはこれですね。一種類ずつ。これでお送りすれば OK かなと。はい。本来だったらね、1個でいいって言うんですけど。まあ、パラレルこうあるので、はい、1種類ずつ各送ります。はい。じゃあ、お受け取りよろしくお願いします。ありがとうございました。